皆さんこんにちは、カンニスヨドル。皆さんグラスコートの編成どうしてますでしょうか。僕はですね、最近のキャラである緑の王とかシャルロット、さらには新規転生したユリも持ってないので、まあ、結構勝率伸び悩んでたんですけど、最近編成を変えてから結構勝てるようになったんで、今回はそれを紹介したいなと思います。まあ、その編成はねこちらになっているんですけど、この編成の中で一番ねギアが複雑な MVP 編成のギアだけ紹介してね、まあ、試合に臨んでいきたいなと思うんですけど、まずまあこの子におすすめのラケットはエピゴンテロスとなっております。理由は試合中に話します。でこの子初手から使っていくんで、スロットスキル1はポイント開始1秒間に成績自動蓄積で、スロットスキル3は3ポイントのまで雪属性のキャラは生存火力プラス 25% っていうものをつけております。で体力割と枯れやすいので、僕はこのシェリルグッズを履かせることによってダメージカットをして、でスロットスキル1でもねドリンク無敵をつけて、まあ、体力を長持ちさせると、それプラススロットスキル3には着弾点を見えるようにしております。たまに温泉フランが怖いからです。ということで今から試合を見ていただけたらなと思います。ということでどうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思います。ということで、まあ、初手はですね基本的に MVP 牽制を使っていくんですけど、まあ、この子で SS を貯めていってですね、 SS ゲージが半分ぐらいになった時に S1 を使うことができます。でそれを打つことによってリーダーモードになることができるんですけど、この状態中はですね着弾点が見えたりとか、相手の SS ゲージが見えたり、さらには相手の SS を改変強制発動させることができます。なのでそれをね主に狙っていくんですけど、その SS 改変強制発動の状態でこのエピゴンテロスの GS を打ってあげると SS を改ざんすることができます。なので相手は SS ゲージを無駄打ちさせることができるんですよ。ただ注意点としては、相手が SS ゲージ溜まってる状態でエピゴンテロス打ってもそれを相手が SS で返してしまうと、まあ、普通に飛んでくるんで一歩手前だから、相手が 90%95% ぐらいまで溜まってる時に打ってあげるのがベストとなっているので、まあ、このね相手の SS ゲージをまあ、うまいこと見ながらですね打っていただけたらなと思います。でまあこの1戦目の相手はですね、もう完全に多分エピゴンテロスの性能分かってないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ずっとですね SS 改ざんを食らい続けて、まあ、あの僕が一方的に勝利したみたいな、まあ、こんなことは稀だったりはするんですけど、たまにいたりはするので、まあ、そういう時はもうあのいじめちゃってください。でまあこのエピゴンテロスね、あの隠れた性能も持っていてですね、これオートスキル1に魅了とか感電受けた時に回復する能力を持ってるんですよ。なのでこの桜に対しても結構戦いやすいっていうのが、まあ、この子のいいところとなっております。なんせまあイオリと桜の組み合わせ超多くなったんでね、もうめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。でまあこうやってねまたリーダーモードになって、まあ、こうやっていじめていくという戦法を取ったんですけど、基本的にはもうずっとあの1回カウンターして牽制モードになったら牽制モードのまま戦うっていうのがいいと思うんですけど、まあ、この試合はちょっとねいじめたくなったんで、まあ、こういうあのやらしい戦法を取ったっていう感じですね。これでまた相手は無駄打ちするんでまあそれをまあいい感じにカウンターして、相手まだ得意状態じゃないねっていう感じで、まあ、決めていったって感じですね。まあ、白ディリってね性格悪くならないとダメな時もありますから、これかわいそうとか思ったらダメですよ。これが白猫テニスですから皆さん。というわけで2戦目はレート3111ということで超高いんですけども、まあ、どのキャラに対してもですねこの MVP 牽制を初手に使っていただけたらなと思うんですけど、このユリに対しては少しだけ戦い方を変えてほしくて、こっちがジャストを打ってしまうと相手から強烈なねオンザサテライトカウンターとか飛んでくるじゃないですか。あれ取るの結構厳しいんで、まあ、基本的にはですねあのジャストを出さないように全て早いとかで返していただけたらなと思います。でですねさっきとちょっと戦い方違うと思うんですけど、先にねこのエピゴンテロスの GS 打ってから SS を打ったんですよ。なぜこのようなことをするかっていうと、このユリって SS とか GS をそのユリの SS でカウンターした時に、まあ、新高速ショットとか言ってめちゃめちゃ速いカウンター飛ばしてくるっていうのと、あとまあ60秒間得意状態になって相手の体力を超枯らす能力とかもね得してしまうんですよ。なのでそれを防ぐために、まあ、先にね改ざんしているんですけど、さすがにこっちが SS ゲージ半分の時にはね相手 SS 溜まってないと思うんで、先に SS ゲージを改ざん、あのこの GS もねカウンターすることができるんで、相手が SS 溜まってる時に GS 打ってしまうとダメなんで、もう早急に打ってください。早急に GS 打って、この効果は8秒間なんで8秒間の間にリーダーモードになってください。でリーダーモードになったら相手はね地面向こうついていないので、それでですね相手の SS を強制発動させて、しかも改ざん状態なんで、まあ、あの弱い状態で SS ゲージを吐かせると、そしたらこっちが完全に有利な状況っていうのを作ることができるし、かつまあ剣聖は普通にねこの竜巻で空中ギミックで相手をいじめるであったりとか、この入れ番ギミックとか、あとまあ4打球に1回ね速い球、まあ別に自分でジャスト出せばもっと出せるんですけど、まあ、そういうので点を決めていけたりするので、結構有利な試合になっていくんじゃないかなと思います。で僕今ねこれキアラに変えたかなと思うんですけど、ちょっとねさてが嫌だったんでキアラに変えました。でキアラで行く時もですね、この SS 運用を先にしてから SS をすることによって相手に新高速ショットをさせないと、そしたらさっき言ってためちゃめちゃ速い球飛んでこないし、ダメージをめちゃめちゃ入るみたいなのもなくなったりするので、まあキアラには僕はミラーラケをおすすめしております。まあこのねミラーラケが流行りすぎて逆にシルビアラケットの方がいいっていう可能性も
でもあるかもしれないけど、まあ、よりに対してだけなのであればミララ系が一番いいかなと思うので、ぜひねこのキャラにはミララ系を持たせて戦っていただけたらなと思います。で、僕がさっきから言ってるこの MVP 牽制とかキャラはイオリ対策なんですけど、これらのキャラを持ってなくてですね、イオリに困ってるっていう方は前にねイオリ対策のキャラを6体紹介した動画出してますので、よかったらそちらをね見ていただけたらなと思います。ただこのキアラは一番強力なんやけど、もうほとんどの確率で対策されてるんですよ。イオリとサクラ組んでることがほとんどだと思うんですよ。なのでまああんま効かないから、まあキアラを入れるんやったらもう一人ぐらい対策キャラを入れといた方がいいかなって感じはするんやけど、普通にまあキアラってね全てのキャラに対して強いんで、まあよかったら雪属性のキャラ強いの持ってるんやったらキアラ超おすすめですよ。というわけで3戦目はですね、これホローストライカーを持ったイオリとなっております。割とですねこのホローストライカーのねあの存在意義がこのイオリによって確立されつつあるんですけども、まあこれはですねよりが SS 打球時に相手の球の打球に付与された効果を無効化するっていう能力を持っております。なのでこの SS 改ざんとか食らわなくなるんですよ。これ結構厄介じゃないですか。ただまあ相手が SS 溜まってないとこの能力はね発揮することができないんで、まあいつも通りにですね牽制を初手から使って、まあ先改ざんしてリーダーモードでバーンってやってあげたらいいかなと思うんやけど、この試合をしてる時はですねそんななんか脳みそにならなくて、なんか頭回ってなかったんでしょうね。なんかうおホローストライカー持ってると思ってめっちゃビビってキャラを変えてミラだけをこのキャラで打ってから SS を打ってきました。これホローストライカーはですね SS 封印自体は打球効果無効することができないんで、まあそれでね防いだっていう感じになってるんやけど、さっき言った通り SS さえ溜まってなければね全然改ざんもすることができるんで、まああのいつもの調子で MVP 牽制でやっていただけたらなと思います。でまあこのエピゴンデロス持ってない人に関してなんですけども、まあラケットはまあ持ってなかったヘリオブライとか俺みたいな戦い方をするというか、そのイオリに対して戦っていきたいのであればですねミラだけもいいんじゃないかなと思うんやけど、基本的にはヘリオなんちゃうかなってなるけど、やっぱ相手に SS カウンターされてね、まあ必中ダメージかつ大ダメージで結構痛かったりはするから、まあ俺はミラだけの方が安定するんじゃないかなと。俺がまあなんかさっき言ってたね6体対策キャラ紹介してる動画あるじゃないですか、そこのキャラ誰も持ってなかったらまあミラだけでもいいとは思うんやけど、まあ、別に持ってるのであれば MVP 牽制にはヘリを持たせて、でそのキャラにはまあミラだけ持たせてキャラとかそういうのをやってあげるとまあいいんじゃないかなとは思います。で初めの方に説明すべきことを忘れてたんですけど、相手って SSGS カウンター自体は常についてるんですよ。その SS カウンターしたからバン早いの飛んでくるだけじゃなくて普通のカウンターもついてるんで、この初めに GS とか SS 打った時に早い球飛んでくるんですよ。なので基本的には一番後ろらへんから打っていって、まあ、確実に補給するという方法をとっていただけたらなと思います。そうすることによってまあ失点は最小限に抑えれるかなと思います。でまあこれねエピコンテルス今切れてるからこういう感じのを見て、普通に SS 打ったらこの速度で帰ってくるよ。これが取られへんから、まあ、できるのであればエピゴンテロスはねちょっとイオリ対策のために1回打ったら1回分はちょっと残しておくとかしといた方がいいかもしれないですね。でまあ別にまあダメージカット靴はかしてるんでそこまでめちゃめちゃ体力削られるってことはないんやけど、それでも59ってなんか割と痛かったりはするんで、もし長期になるのであれば靴のスロットスキル3に 50% の確率で受けるダメージマイナス 75% を積んであげてもいいやろうし、こうやってカウンターされないようにちゃんとねエピゴンテロス1個置いとくとかそういう戦い方してもいいんじゃないかなとは思います。ということで3戦目も確かレート3000以上やったたかなと思うんですけども、まあほとんどイオリいますよね。もうイオリ桜の編成が多すぎて、イオリ桜ミュエとかも結構多いから、でその代わりになんかシャルがめちゃくちゃ減ったよね。なんかほんまにシャル対策せんでええんちゃうか思うぐらいね相手にこんくなったんやけど、なんでなんこのイオリが出てくるやから多分イオリが苦手なのか、それともイオリとシャルどっちを持ってて、どっちの方が戦いやすいかって言ったらイオリやからイオリ選んでるとかそういうことなんかな、ちょっとよくわからんねんけど、どっちも持ってて最近イオリ乗り換えたとかそういう方はぜひね教えていただきたいなと思うんですけど、いやほんま牽制優秀ですよ。まあこれ多分ね2ヶ月ぐらい前にもね牽制優秀だよみたいな、環境キャラに勝てるよみたいな感じの動画出したかなと思うんやけど、ほんま優秀で、まあそのミュエに対しても結構戦いやすいんですよ。まあ縮小食らってしまうとね結構きつかったりはするんやけど、まあ一応ですね入れ番ギミック出せるんで、相手瞬間移動なんで、ね、変なとこ飛んでいくであったりとか、ラケット落としもね相手地面向こうしかついてないのでそれも効いていくという感じになるんで、まあ結構こっちのが有利かなっていう感じはします。たださっきも言った通り縮小食らってしまうとなかなかスイングエリア狭くて、まあ相手テイバウンドボレーとかねガンガンやってくるんで、相手だってもしさこっちがロブで抜いたとしても瞬間移動できるんでガンガン来るんすよ。なのでそれで結構やられてしまう人はあったりするんで、まあそこはちょっと
と気合いかなって感じはするんやけど、まあ、この試合は割とね運が良かった、ここの時点で4点取れてたから、まあ、これがね MVP 形成の良さではあるんやけど、その初手から超点を取っていけるっていうのがいいとこではあるんやけど、やっぱ縮小かけないと厳しいなって感じはするだからまあこのね三上大佐が他にキャラ持っといた方がいいかもしれない。ただ牽制で一応対策とは言われてるけど、個人的にはこの縮小グラート、ほら見てこの小ささやばくない、これ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 を超あるこの失点パターン超あるんで、ここはちょっと気をつけていただけたらなと思います。確かこの縮小って何ポイント制やったっけ、秒数やったっけ、忘れたけど、一回食らうと結構長い時間やられてしまうんで、ちょっと要注意ですねだから極力当たらないようにして立ち回るっていうのもいいとは思うんやけど、基本的にそんな無理やと思うから、もう根性でこうやって入れ歯ギミック作って、まあ、こうやって倒すとかしていただけたらなと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。